先生の変態。先生の変態。いいですよ。来て。もっと最近、みんなの元気がありませんよね。今までの疲れが出てるせいだと思います。このままだと、戦闘にも支障が出るんじゃないでしょうか。そこで先生にお願いがあるんですけど。私どうしてもみんなに今までのお礼がしたくて、いつもより豪華な料理を作ろうと思うんです。うまくできないかもしれませんけど、できれば食材集めを手伝ってもらえませんか？それだとみんなが元気にならないじゃないですか。私は精がつく料理を作ってあげたいんです。お肉ですね。いくらお上品に振る舞っても特上の肉料理に喜ばない女の子はいません。ただのポーズです。スイーツも捨てがたいですけど、それぞれの好みがありますからね。協力してもらえますか？張り切っていきましょう。道を開けなさい。私を誰だと思っているの？ついてないわね。みんな死んでください。気持ちいい。みんなの勝利ですね。もっともっと頑張っちゃいますよ。いつみんながいれば怖くありません。道を開けなさい。私を誰だと思っているの？ついてないわね。頑張りますね。防御体、防御力
終わり、おまけです。ユリ満タンドライブ、レストランオペレーション3カモン2ターゲット、やー特撮です。チームの勝利です。いつもより張り切りました。ファイト、おーいですよ。ユリね、疲れました。戻りましょう。この前はありがとうございました。おかげさまで最高の料理が作れそうです。いつもそう言いますよね。私たちのためには頑張れるんでしょうけど、いつか倒れてしまいますよ。だからというわけじゃないんですけど、あの先生のために試作品を作ってみたので、よかったら味見してもらえませんか。ここに来てから一番お世話になってますし、なんと言いますか、一番初めに食べてほしい人ですから。やっぱり美味しくありませんか。レシピ通りに作ったつもりですけど。すみません、勉強はまんべんなくできますし、運動もそこそこなんですけど、他のことは全然ダメで。この前の絵もひどかったですよね。本当は分かってたんです。今まで料理なんてできなくていいってろくに練習しなかったんですよね。そのツケが回ってきました。でも今からでもいろいろと覚えたいと思ったんです。変わりたいと思うようになりました。旦那様は先生がいいな、なんて。なんでもありません。もしも上達したらまた食べてくださいね。くつろがせてもらうわ。先生の変態、特別ですからね。体が熱くなって。そろそろ休憩にしますか。ええ、まあ先生が協力してくれたおかげで、こうして道具を活用しながら鍛えています。
問題といえば、見た目には反映されてないことですが、体力がついただけで何も変化がありません。どの部分でしょうか。もしかしてついに私の胸にも一縷の望みが。そのまま私は平面体になるのですね。デコボコなんて無縁な体になれば悩む必要もなくなりそうです。司に相談したら乳製品がいいと言いましたが、私には何の効果もないんでしょうね。無理はしないでください。平面体の私には必要ないものですから。体重は増えないし筋力もつかない。私は一生このままなのでしょう。道を開けなさい。私を誰だと思っているの。ユリネ、疲れました。行きましょう。いつからそこにいたのですか。それはまあ、あなたが探すと決めた以上私に選択肢はありませんから。父は赤ん坊の育成に欠かせないだけあって栄養価も高いですし、これを継続して飲めばいい結果につながるでしょう。そうでしたね。私ともあろうものが基本的なことを忘れるなんて。
やはり生まれ持ってのものがあるのでしょうね。そろそろ諦めた方がいいのかもしれません。いきなり何を言い出すのですか。ご機嫌取りなんて私には通用しませんよ。あなたはこの貧相な体をめでるつもりなんてないでしょ。その気があるのなら今すぐ触って。私は何を言っているのでしょうか。先生を前にしてあんなことを。すみません、さっきの言葉は全部忘れてください。にぎやかですね。さあ、張り切っていきましょう。愛しの我が家に到着と。これならいけそうね。よくもやってくれたわね。今は開きそうにないわね。どうしたの？元気がないじゃない。私は今まで大勢の犯罪人を現世に戻したのよ。だからこそ自信を持ってこう言えるわ。あなたは成功する。こうして自分を顧みることができたんだもの。ちゃんと背筋を伸ばす。体はふらつかせない。目は相手の口元に。唇はくの字に。意識しすぎてガチガチになってるわよ。力は適度に抜きなさい。これでよし。前より美人になったわよ。こうか不幸か、あなたは犯罪人として更生の機会を与えられた。反省してるのなら立ち直れるはずよ。頑張りなさい。私には背中を押すことしかできないけど、よみがえりの間は全力を尽くすつもりよ。悪い人じゃなかったんですね。先生と似た志を持っていたようね。クリミナルさん、いらっしゃい。先生のためならユリネ、元気いっぱい行きます。満タンドライブ。来なさい、もっとしびれるわよ。その程度なの。ユリシノは任せなさい。セッサー、行かない。一斉攻撃です。はっ、やってあげる。流れに従います。まずまずですね。私大丈夫か。保健体育なら任せな。血が起こらないとでも。クリミナルさん、いらっしゃい。先生のためならユリネ、元気いっぱい行きます。満タンだ。
は呼んでちょうだい。待ってました。もっとだっけ、ごしょぐるま。終わりじゃないです、おまけです。こんな敵には負けません。蹴散らしちゃうもんね。本気出しちゃいます。オペレーションマインド、ゴール。まだおまけだよ。みんな死んでください。私たちの力をお見せします。余裕です。こんな敵には負けません。女の勘ってすごいんですよ。そうですね。大丈夫か、ユリネ。さあ、くれましておりましょう。だらーっとしたお兄ちゃん、あったかい。準備は万全です。本当の私を見せてあげます。どうして、みんな気をつけて。先生のためなら一斉攻撃です。喜んで。やっ、いったー。お任せあれ。流れに従います。もっとだっけ、ごしょぐるま。私たちの力をお見せします。や、当然の結果です。閉まってるのよ。クリミナルさん、いらっしゃい。私たちの力をお見せし、喜んで。余裕です。や、お任せあれ。本気出しちゃいます。みんな死んでください。気持ちいい。みんなマクロトリガス。バイバイ。駆け抜ける。いった。誰よりも早く。あ、何もさせないんだもん。はい、何もさせません。メロメロにし、私すごいでしょ。やればできる子なんですよ。到着。わー、特別ですからね。ファイト。あー、怖くなんかないもん。ボス、余裕です。流れに従います。お任せあれ。一斉攻撃です。これなら痛い。お任せあれ。流れに従います。まずまずですね。ね、くつろがせてもらうわ。おさわり厳禁だからな。